リョフとアレスが戦っているようだ。私はあの者たちを退け、新たな英傑を救出するぞ。割り込んでくるか。よくよしだね。また雑魚が暴れた。まとめて潰してやろう。敵も我らに気づいた様子。兄者、用心して参りましょうぞ。奴らの狙いは先ほど現れた人間どもだ。報徳、ついてこい。我らが先に接触するぞ。承知した。息子に助けられるなんて涙が出るぜ。けどよ、なんでお前たちが嫌がるんだ。事情は後ほど説明いたす。お主がいるということは曹操殿も来ているな。察しがいいじゃねえか。殿はこの先だ。一緒に助けてくれ。え、父さん？いやいやいや、覚悟しやがれ。本当に息子？本当に息子かよ。嬉しいぜ。お前が助けに来てくれるなんてよ。むしろ俺はオリンポスだ。人よりはるか上位の存在だ。死にたくなければ黙って従え。断る。わしの道は己自身で見極めて決めたいのだな。人間ごとく長生きだ。俺に逆らったこと後悔させてやろう。タコウと無事であったようだな。カング貴様も俺を倒しに来たのか。いいな。だがこの状況に信じられぬのも無理はない。私の出番か。これも曹丕殿のため。曹操殿に刃向けること、お許しあれ。報徳、事情があるようだな。遠慮することはない。全力で来るがいい。優美だ。今のあなた方はどうやら敵ではないようですね。事情は後で説明しよう。ここは一旦私を信じ、共に戦ってくれ。曹操殿、助けに参ったぞ。まさかお主が来ようとはな。邪魔が。鬱陶しい。まとめて倒して。曹操殿、説明は後ほど。出番だな。ここは呂布に襲われる前に撤退すべきだ。私も出番か。お主も奴の性格は知っておる。逃げたとてどこまでもやってくるぞ。わしには精鋭が、お主には官軍がおる。相手が呂布軍だろうと、この顔ぶれなら破れよう。では敵をおびき出して括弧撃破しましょう。その後じれた呂布が出てきたところに包囲します。ウサはわしと劉備が国民であろうな。落とし前は必ずつけさせて。その時に泣いて浴びても遅いぞ。加工と加工園は敵を足止めすると見せかけよ。火を見て別路から合流し、呂布の包囲に加われ。ここで決める。出番だな。曹操の感知、敵に回せばどうなるか。決して決して逃がしてはなりませぬぞ。ダッキちゃん、うちらも出てええの？隠れてアレスを攻めるんちゃうん？何できる？いいのよ、ヒンコ。アレスなんかより人を痛める方が楽しそう。私の出番か。あの女ども、あの手か。
炎症する奴らを放っておけば猛徳の策に支障が出よう。下降と拙者も参ろう。勝手にしろよ。またいいのか。指示通り猛徳とは別の道から進むぞ。新たな命令だ。あの人間どもを狙う。進めぞ。よっしゃ、牛のお化けどもは俺に任せたけ。いやいやいや、いくら父さんでも一人じゃきついだろ。俺も一緒に行くよ。出番だな。ほんと父親思いのいい息子だぜ。今こそ攻め立ててやろう。おう、見事の一言に尽きるな。お前がいれば勝利は疑いない。殿、許せねえよな。よかった、もう王様は離れませんね。放っておくのは危険だ。今のうちに撃たせてもらう。たった二人を斬れば戦は終わる。そういうことさ。ここは私が足止めしましょう。先にお逃げください。敵将押し取ったり。グーで見たか。ま、俺たち親子が力を合わせりゃ当然よ。物分かりの良さそうな御仁だが、降伏してくれると助かるんだが。それはできかねます。殿には生きて乱世を治めていただかねば。お若いのに立派だ。オタクみたいな人物は斬りたくないんだ。さすがの働き。お主が味方でよかった。貴様の相手、真の娘が務めよう。覚悟しろ。剣を抜かせないでほしいのだな。よっ、叶わぬか。この勝負次に預けるぞ。神宮、いつまで待たせる気だ。早く戦わせろ。もう少しお待ちを。曹操のあの動き、私の間違いなく何か企んでおります。くだらん。寝ろ。企みごとやつを蹴散らしてくれる。と行くぞ。と玉殿、お待ちください。純一の目論み通り。よふよ、相変わらず暴れるしか能がないようだな。ふん、その減らずち、二度と叩けなくしてやる。それはこちらのセリフだ。行くぞ、玉を包囲する。やはり、やはり罠でしたか。そうそう、それに劉備、自らを餌にするとは。小賢しい真似を返り討ちにしてやる。ここで終わるのは貴様だ。覚悟しろ、玉。お前にはここで倒れてもらう。劉備、いい気になるなよ。やられました。策を見破ってさえいれば。ふん、少しは手応えが出てきたな。その調子で次も俺を楽しませろ。曹操殿のおかげで呂布を退けることができた。協力感謝する。いや、救われたのは我らの方。さて劉備よ、何が起こっているか話してもらおう。
うん、なるほど。真意は見えぬが、士官はあのアレスとかいう神についているのだな。ああ、事情を知った今、息子のもとへ行くというのならば止めはせぬが。その必要はない。今のところわしがアレスにつく理由はないからな。士官には何か考えがあるのやもしれんが、それを見極めるためにもしばらくこちらで世話になるぞ。いやー、よかった。俺の方はこれから息子と敵同士になるのかってヒヤヒヤしちまいましたよ。そうなっても手なんか抜かないくせによく言うぜ。さすが父のことはよくわかっているようだな。これから乗り越えるべき困難は多そうですが、助けていただいたご恩を返すためにも微力ながら尽くさせていただきます。それは心強い。どうかよろしく頼む。